中年オタッキーです、なかなかねバタバタと走り回っております。あんまり寝てないせいもあってね、もう寝てないんで眠いんでね、走るときにもう大声で叫んだりするんですけど、おかげで喉ガラガラになっています。まあそんな中でもね、ちょっと動画を作る時間をまあ作りましたので、動画作ってまいります。今日の紹介、カメラ紹介になりますけども、これはい、ペンタックスのね、スポットマチック F ね、SPF っていうやつになりますね。これまあ話は その動画の本編でしましょうか。そんなわけで動画スタートしてまいります。はい、このねペンタックスの SPF なんですけども、まあ簡単に言ったら SP のバージョンアップみたいな感じですかね。発売がね1973年になるみたいですね。データとしてはちょっと個人のブログになりますけども、まずフォトスイッチを採用したところが最大の特徴ということです。M42 マウントペンタープリズム固定式スクリーン交換負荷、露出モードマニュアル TTL 平均速攻ですね、中央部重点速攻じゃないです、CDS で、受光素子ですね。レバー1回巻き上げで分割巻き上げ可能、フィルム巻き戻しはクランク式、電池は HD ですね、水銀電池です。で重さが 641g ボディのみということで、発売が1973年、当時の価格が42000円ボディのみということですね。ちょっとブラックボディの価格は書いてないみたいですけど、多分ブラックボディは1000円か2000円かプラスになるんじゃないかな。でこのカメラまあいろいろ特徴ありますけど、まずね、代表的なものが TTL 開放速光っていうのが実現したということですね。TTL っていうのはね、スルーザレンズっていう意味なんですけども、まあ速光はね、レンズを通して、速光するっていうスルーザレンズ式。で、今まではその SP はね、絞り込み速光だったんですけども、これは開放速光ということで、絞り開放の状態で露出を測れるようになりました。でね、これはスクリューマウントのね、M42 なんですけども、よっ、レンズを外しますと、ここにね、感知レバーが出てきますね。これ見えるかな？これね。このレバーの位置で、レンズの開放値を、カメラが知ることになります。で、レンズの方はこれね、スーパータクマは開放速攻には対応しておりません。で、これはね、SMC タクマになりますね。これは対応しております。ここにね、出っ張りがありますよね。これがね、ねじ込んでいって深くなっていくと、あの例の感知レバーに当たって締め込まれた時にどこまで行くかで、カメラがその開放速攻値を知るということになります。これ M42 マウントっていうのはいろんなメーカーが出しているんですけども、この方式はペンタックスが採用しているやつで、ペンタックス以外のレンズで SPF で開放速攻に対応しているものは多分ないと思います。多分ですけどね。で、開放速攻を実現したものということで、他にはね、このね、何ですか。ホットシューですか。フラッシュ取り付け台に、接点がつきましたね。これでシンクロコードなしで対応の、フラッシュにね、対応するようになってます。その後はね、電池がちょっと変わりましてね、これね、ちょっと大きい電池になりました。それまでの SP はちっちゃいやつだったんですけど、大きいやつになりました。僕はね、LR44 をちょっと無理やり入れてみたんですけど、これはもう露出系が死んでて、露出系は動かなかったです。まあ、そういうわけで山間露出ばっかりで撮ってきたんですけどね。でね、シャッター速度はね、マックスが1000分の1秒で、1000分の1秒から1秒まで、バルブまで、装備しています。これバルブ。んで、250分の1でシャッター切ってみましょうか。このね、シャッター音と感触がね、
もうこれ全く SP と同じだと思うんですけど、裏蓋開けてないんで中の構造は見てないんですけど、感触、音ともに、スポットマチック SP とほぼ同じだと思います。全く同じ感触で、これがね、このペンタックスの SP はね、SPF も本当にね、心地よい感触でね、このシャッターのね、シャッターを切れる感触が気持ちいいんで、ついつい写真が進んでしまうっていうカメラなんですけどね。でね、まあ古いカメラなんでね、いろんな状態のものがありますけど、まあ僕のは露出系が、死んでるということで山間露出になってしまったんですけどもね、まあ露出系はね、平均速光というか全面平均速光なんですね。よく聞くのがね、中央部重点平均速光ってやつなんですけど、これは全面平均速光ということで、もうすべてのところをね、測って、適当に露出を決定するみたいな感じになるんで、結構当てにならないと思います。なんで、スマホの露出計とかで測ってね、撮った方が案外いいかもしれませんし、できればね、体感露出を身につけたいところではあるんですけどね。でね、今回はね、ほぼこのレンズ1本で、撮ってきました。ほぼこのレンズ1本じゃなくて、このレンズ1本で撮ってきたとか。で、ここからはね、作例を紹介していこうと思います。作例なんです。今回はね、トライ X400 で撮影してきました。まあ、400ということで、レンズも明るいということでね、夜の写真もね、このようにあるんですけども。まあ、このレンズのね、優秀性とかいうのはもう、折り紙付きということで、これね、綺麗なボケになってますけども、玉ボケも綺麗に出ますね。で、解像度はね、絞り8まで絞ってるんで、そこそこ出てますが、解像度が高いレンズというわけではないです。どちらかというとね、柔らかい調子で表現できるレンズで、背景ボケが綺麗なレンズということで有名なレンズですね。まあ、絞ってるんでね、ある程度の解像度は出ていますが、開放で付近ではね、これ開放で撮ってるんですけど、そこまで解像度は高くありません。これ夜の写真ですけどもね。まあ、解像度がそんなに高くないの、これではちょっとわかりにくいかな。まあ、メカ的なものを撮っていますけど、これは絞り8で撮ってますんで、やはり8まで絞るとね、そこそこ解像度が出ます。で、これ、まあ、逆光でね、光が強いところで、まあ何枚か撮ってみたんですけどもね、逆光ではオートボーイスーパーの方がいいように感じました。ちょっと破綻するところもあります。まあ悪かないんですけども、一応ね、コーティングが入ってるんでね、そこまで悪くはないんですが、まあそこまで強いとも言い難いですかね。まあ構成的にはね、おそらくは、スーパータクマ 55mmF1.8 と同じレンズ構成になると思いますが、これはアトムレンズじゃないと思うんですけどね、アトムレンズとアトムレンズじゃないのがある可能性があるということなんですけども、これは黄色くないんで、アトムレンズじゃないですね、多分ね。僕も色がはっきり見えてないんで何とも言えないんですけど、黄色く変色してるようなやつはアトムレンズです。ちょっとね、判定難しいところではあるんですけどね、アトムレンズっていうのはね、放射能が入ってるんですね。こんなこと言うたらね、怖いっていう人もいいかもしれないけど、大した放射線は出ていません。0.3 マイクロシーベルトぐらいのね、放射線を出しています。これ一年中ね、肌身離さず持ってても大した被曝は、ないです。酸化トリウムというね、レンズの接着剤かなんかな、酸化トリウムという物質を使って放射線を出しているのがアトムレンズ。これは SMC タクマ、僕のこの SMC タクマは後期型になってね、この共同がね、ゴムが貼ってあるやつ。これは後期型ですけど、これはアトムレンズじゃないみたいですね。でね、まあ、レンズの話になりましたけど、いつだったかな、前々回ぐらいの動画、で、ペンタックス KM に、一応あれも SMC かな、あ、タクマじゃないのかな、55mmF1.8 で撮ってきまして、あと、富岡工学のね、XR リケの 50mmF2 っていうレンズでも撮りまして、撮り比べしましたけど、その撮り比べにね、このレンズも同時にやってたんですね。で、ここからはね、その撮り比べ、の写真を紹介してまいります。はい、撮り比べなんですけどね、これはね、
ペンタックス K マウントね、タクマ 55mm、SMC タクマ 50mm、タクマって言うかどうかわかんないけど、で、XR リケンの 50mmF2 ということですね。で、この次に SMC タクマの 4M42 マウントが出てきますが、注目すべきところはやはり背景ボケですかね。これ、レンズの長さが全然違う、5mm 違ってたけど、こんだけ背景変わっちゃうんですね。解像度はお昼なんです。絞ってるんです。ここで、ます。で、ここからは開放ですね。これは、ペンタックス K マウントの SMC タクマ 55mmF1.8 背景ボケに特に注目してくださいね。 XR リケノン 50mmF2 の背景ボケがこんな感じで、で、この後に M42 マウントの、SMC タクマ 55mmF1.8 ですね。背景ボケはやはり、よく出ております。いい感じで出ておりますが、解像度はやっぱ XR リケノンのがちょっと上かな。まあほぼね、その K マウントの SMC55mmF1.8 と同じような写りをしているようにも見えますが、このレンズとにかくね、そのオールドレンズファンにも人気のね、あの背景ボケが美しいレンズなんですね。最近はね、そのソニーのアルファとか、まあ他にもね、ミラーレスのカメラいっぱい出てますけど、それにね、移植して使う人がすごく多くなってますので、値段もそこそこ高めなんですね。このレンズね、僕もレンズだけ単体でヤフオクで買ったんですけども、4000円ぐらいしました。これ僕としてはなかなか高い買い物をしたんですけど、4000円プラス送料だったんで、レンズだけとしてはね、結構高いですよね。まあ、M42 マウントのレンズをその当時何も持ってなかったんで、もう、チャニムに買ったって感じで、値段も上がっていったんでしょうけど、今はもしかしたらね、今もうちょっと値上がりしてるかもしれない。最近ね、そのフィルムカメラ系のものはね、全部値上がりしつつあるんで、今買うともう少し高いかもしれないですし、お店で買うともっとするかもしれないですね。ペンタックスはね、やはりね、そのレンズの作り方がよそのメーカー、特にね、ニコンさん、キャノンさんとは相対的なものがあります。やはり、解像度を追いかけていってるのとは、まあ、正反対ですよね。で、背景ボケが美しいということで、やはり、ポートレートとかネイチャーフォトにね、使うにはね、ペンタックスのカメラいいんだと思いますね。まあ、メカメカしいものを撮るにしても、絞ったらそこそこ改造しますんで、なんとかなるし、ペンタックスのレンズいいんだと思いますね。まあ、コアなファンが多いのも頷けます。そんなわけでね、このカメラ、まあ、SP に比べたら弾数は断然少ないんですけども、まあ、調子が良ければ SP でも SPF でもどっちだれでもいいと言えます。なぜならば、露出系があんまり当てにならないっていうところなんですね。動いていたとしても全面速攻なんで、その数値がね、まあ、言ったら、その景色の色とかで、ね、大きく変わってしまうんですね。露出系のね、その仕組みっていうのはね、その、何度も言ってますけども、スポット速攻を使いこなせっていう動画で説明しておりますんで、私のね、チャンネルの、再生リストからね、撮影技術のところに行くとね、スポット速攻を使いこなせっていうのと、その補足っていう動画がありますね。その2本とも見ていただければと思うんですけども、被写体とか背景の色でね、露出系のね、数値って大きく変わっていくんで、全面平均速攻っていうのはね、相当誤差があると思います。中央部重点でも全然誤差はあるんですけど、より誤差が大きいんじゃないかなと思うんですね。その景色の中にある色で大きく数値が変わってしまうんで、アスファルトの景色と、雪景色とね、適正露出、同じはずなんですね。光が同じだったら同じなんだけど、露出系の数値はもう全然変わってしまうということで。まあ、あんまり露出系のね、数値、は参考にならないということで、体感露出にするのか、スポットメーターを使うとか、まあ、いろいろ、でやっていけばいいと思います。まあ、簡単なのはやっぱり晴れの日は250-8とか、ね、曇りの結構な曇った日は125-5.6とかね、雨の日とか。まあ、そんな感じでね、覚えていってね、撮ればいいと思います。特にカラーネガだったら、ややオーバー気味で撮ればね、どんな感じでも撮れるんで。まあ、その辺はね、ちょっとね、勉強していただければと思いますが。まあ、いろんな失敗をね、繰り返して、まあ、デジタルカメラで練習するっていうのもありですけど、デジタルカメラはね、フィルムカメラと違って、ラチチュードっていうか、デジタルは、ダイナミックレンジですけど、ダイナミックレンジが狭いんで、練習にならないってはならないかな。まあ、ドンピシャの その露出を合わす練習にはなるでしょうけどね。まあ、そんな感じでちょっと変な話も挟みましたが、スポットマチック F、ペンタックススポットマチック F の紹介でした。相場としてはどのぐらいなんですよね。そんなに高くはないと思いますが、
うん、高かったら SP を選べばいいだけの話だし、SP はそこそこね、台数が、とにかく台数が出てますんで、あと安い価格で買えるんで、まあ、さっきも言ったように、その、露出系は使わないのであれば SP でも十分だと思います。はい、今日の動画はちょっと歯切れが悪いですが、こんな感じになりました。それではね、ここからは視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日はね、トップバッターは侍ジャパンさんから2枚来ております。1枚目が洋館の窓、2枚目が雪に埋もれた漁具の向こうにということで、カメラどちらもオリンパス 35RC、富士カラーネガ400を使用されておりますね。で、写真なんですけどもね、ちょっとね、トーンが暗い写真に今回はなっています。レンズの解像度としてはバッチリなんですけどもね、これ1枚目はちょっと光がない感じで、ちょっと寂しい感じの写真になりますね。で、2枚目はね、ちょっとフリンジがこれ出てるのかな、右上のあたりの方を注目してください。紫色のね、やつが出てます。これ光線状態によってはフリンジが発生するレンズなのかな。色目的にはね、ちょっとやっぱり暗い調子で映っておりますね。面白いところですね。カラーネガ、富士カラーネガ400ということで、多分忠実再現だと思うんですけども、ちょっと暗いトーン、どちらも暗いトーンになってます。そういうレンズなのかな。確かでも、このカメラってリバーサルで結構送ってきてますよね。発色が面白いですね。ネガとリバーサルでこんな変わってしまうんですね。はい、侍ジャパンさんありがとうございます。次は1都市9さんから2枚。どちらもね、寒い朝っていうタイトルで、1枚目がポジで、2枚目がネガですね。寒い朝ポジ、寒い朝ネガということで、1枚目の方はニコン F フォトミック、オート 50mm F2、RDP3、プロビアか、で撮ってますね。ネガの方はオリンパス OM30、随行 50mm F1.4 コダックゴールド200で撮っておられます。で、写真なんですけどもね、これ霜がついた地面を撮られておるようで、このポジの方ね、ディテールが素晴らしくなってますね。手前にあるものも、まあ、被写回深度すごい、薄いんで、まあ、近い、撮影物質が近いっていうこともあるんですけどね、印象的な写真になってます。2枚目の方はね、ほぼ、パンフォーカスで撮られてるのが、これなんでしょうね。もうこれもね、まあ、コダックのフィルムということで、ちょっと温かみのある発色にはなってるんでしょうけど、なかなかいい感じには撮られておりますね。はい、一田しぐさんありがとうございます。次が、ハンドルネーム、YUK さんですね。ヤフオクで本体のみ100円で落札したニコマートで撮影。フィルムは仕事をお願いしているカメラマンさんにいただいたコダックエクタクローム P1600 15年前の期限切れフィルムということですね。タイトルは河原。ニッコマート FT、ニッコール H 50mm F2、コダックエクタクローム P1600 ということですね。で、写真なんですけどもね、まあ、15年落ちということもあって、多分これちょっと感度が下がってるんでしょうけどもね、それが逆に面白い写真になってますね。かなり、暗いトーンですけどもね、それで瓦を撮ってるということで、ちょっとモノクロ写真に近いような、印象的な写真になっております。ちょっと面白い感じですね。はい、YUK さん、ありがとうございます。次がね、ミッシェルさんからの投稿で、2枚ですね。1枚目がね、冬のサザンカ、トリップ35編ということですね。で、2枚目が道路も確保ということで、どちらもカメラは、トリップ35、コダックゴールド200で撮られております。前回のミノルタ V2 との比較でトリップ35で撮影しましたということですね。ああ、なるほどね。我が家のサザンカということで、
ちょっと被写体が違ってますけども、まあ、写真なんですけど、これはね、雪景色の中の晴れということで、なかなかいい感じになっておりますね。まあ、光が当たってる部分は雪が溶けてしまうんで、まあ、被写体に光はどうしても当たんないんでしょうけど、でもこれ、PL フィルターがあったらもうちょっと青が出てたのかな。まあ、コダックのフィルムなんで難しいところですけどね。で、2枚目の写真の方が僕は好きですね。これね、遥か彼方まで、雪景色が続いているというか、圧雪道路が続いているんですけどもね、これなかなかいい写真になっておりますね。ちょっと解像度が低いのが難点です。これは、フォーカスが違うところに来てるのかな？どこにピントが来てるのかちょっとわからないところですけどね。はい、ミシェルさんありがとうございます。次が、1,2,3,4。イクオさんでいいかな。お疲れ様です。作品投稿コーナーお願いします。タイトルが、1枚目、陸上競技場にて。2枚目がね、日を浴びて輝く木ということで、カメラはどちらもペンタックス LX、レンズ SMC、ペンタックス A ズーム28から 80mm、F3.5 から 5.6。フィルムがニューシーガル100、40年ぶりに自家現像しました。40年ぶりですか。ということで、ニューシーガルということで、中身は剣と宮だと思うんですけども、なかなかね、コントラストが高いいい写真になってます。これね、陸上競技場のね、これ、歩道かなんかですかね、通路かなんかですけどもね、解像度も非常に高い、ペンタックスのね、ズームレンズでいくんですけど、これ結構絞ってるのかな。データは書いてないですね。四角絞ってるんだと思います。で、2枚目の方なんですけど、2枚目もね、非常に良いディテールが出ておりますね。奥の方に競技場が見えて、その手前にこれ多分桜の木だと思うんですけども、いい感じの写真になっております。現像しっかりできてますね、これね。まあ、ニューシーガルということで、多分ケントメアと同じなんですけども、富士の、ネオパン SS と同じぐらいのね、現像時間で多分大丈夫と。はい、今日の動画はこんな感じになるのかな。俺のカメラのコーナーは、やったやちまたのコーナーでお休みになります。作品投稿のコーナーがね、すごく待機者が出ておるんでね、頑張って動画作っていかないとはけていかないかなっていう感じにはなってるんですけどもね、まあ力作はどんどん来ておりますんでね、どんどん紹介していこうと思います。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。ちょっとね、あっさりした動画にはなりましたけども。高評価、コメントのコメントがね、もうね、ものすごい溜まっちゃって、今一生懸命返していってるんですけども、なかなかね、全部返すのは難しいですね。まあちょっとでもね、ちょっと時間が空いた時にでもね、コメント返しますので、コメント何かありましたらね、感じたこととかありましたら、ぜひぜひコメントお願いします。あと、高評価の方はね、もうポチッと押すだけなんで、いつも言ってますけどもね、今すぐポチッと押していただければと思います。チャンネル登録ね、チャンネル登録者とうとう3600名に行きました。あと400名で4000名。4000名到達するとね、またいつもの、カメラプレゼント、いたしますんでね。カメラプレゼントとフィルムもね、1本お付けしますのでね。また4000名にね、なるのをお楽しみにということで。まだね、チャンネル登録されてない方は、ぜひぜひチャンネル登録してね、カメラプレゼントをお待ちくださいませ。はい、今日の動画はここまで。次の動画なんですけど、撮れてないんだな、写真が全然で、ね、全然進んでないんですよね。どうしよっかな、ネタがないかもしんない。まあ、どうにかしてネタ作ろうと思います。はい、それでは、今日の動画はここまで。また次の動画をお待ちください。それではまたごきげんよう。さよなら。